悪いがこちらも仕事だからな。だからって女の子に乱暴するなら許さないわよ。うわー、先生落ち着いて。はーい。ランソット様。あらら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 。あなたたちはさっきの。ルカ、お前は前線出るなと言ってるだろ。俺がどこで何をしていようとあんたには関係ない。何、もしかして数的にはとっても不利な状況かしら。そう。ああ。黒の手センチでーす。この子は黒の茶ルカよ。黒の子を見ない。貴様らしい。安心して、ペンギンのものは魔法石の弾丸が到底できる改造銃なの。改造銃。魔法石の繊維を装備させる武器だよ。だから人が立っても死んだりしないわよ。次の満月の夜まで帰る方法がないみたいで。黒の軍にいらっしゃいよ。え、ちょっとむさ苦しいとこだけどね。何を言ってるのセス。あの信じらんないわ。こんな可愛い子を寄って戦っていじめるなんて。怖かったわね、アリスちゃん。もう大丈夫よ。セスさん、気持ちは嬉しいけどちょっと苦しい。どさくさに紛れてセクハラするな、セス。アリスが嫌がってるだろうが。あら、失礼しちゃうわ。私は純粋に心配してるのに。セクハラって何？セクハラって…そんなお下品な言葉、ルカは知らなくていいのよ。あの、すみません、少し具合が悪いので今日はもう休ませてもらってもいいですか？やだ、大丈夫？顔が悪いわね。顔色だ。アリスちゃん、ほら、グラス持ってちょうだい。セスさん、他のみんなも一体どうして？あんたが元気がなかったからだよ、お嬢ちゃん。え？ミッションコンプリートだぜ、アイバーバ。お見事。じゃあ始めるか。始めるって何を？お前の歓迎パーティー。全員グラス持ってんな。では、黒の軍の新しい仲間、アリスに乾杯。乾杯！アリスちゃん、ほら、食べて食べて。はい。どうだ？どうしたの？ダメか。どうした？まずいか。あ？もういらないか。アリス、一体どうしたの？下げるか。どうした？おいしい！しゃあ！今日こそセスの練習を認めておくれな。一戦だけは認めてあげるわ。でも今夜も勝つのは私よ。レディー！ゴー！セス、年長組の意地見せろ。悪ガキに負けんじゃねえぞ。メンゲル、セスの独走止めてやれ。アリス、あんたはどっちを応援する？どうしようかな。今日のところはフェンネルに肩入れするのが筋だろ。このサプライズ歓迎会の企画者なんだから。え？さっきのあんたの様子を見てフェンネルが言い出したんだ。アリスを楽しませるのも俺たちの仕事だろってな。ブーッ、あったー。やった、勝ったわ。余計なこと吹き込んでねえだろうな、おっさん。あ、ちょっと俺はまだ味噌汁だ。おい、お前ら次行くぞ。はっ！シリウスさん、ありがとうございました。シリウスな、本気で殴りやがった。見てたわよ。またシリウス怒らせたのね。うるせえ。ほら、動いたらお腹すいたんじゃない？そろそろセス&ルカのファンシーヤムヤムダイニングいらっしゃい。セスのネーミングセンスひどすぎる。ひどいわ、ルカ。私真面目くらいしかできないから、せめて名前だけでもって徹夜で考えたのに。ヤムヤムって何？おいしいって意味。ファンシーヤムヤムは可愛らしくておいしいってこと。可愛らしい。可愛らしいは私の担当。あなたはおいしい担当よ。なんだか楽しそうですね。いつでもいらっしゃい。あなたなら大歓迎よ。なんでセスが勝手に決めるの？ごめん、ルカ。もし迷惑だ。迷惑と言ってない。え、セス一人でも十分うるさいし、二人に増えても大して変わらないから。好きにすればいい。なるか、俺パスタ食いたい。パスタパスタパスタ。取れたてのルッコラがあるから、ベーコンと合わせてペペロンチーノ。最高だな。アリス、お前も食うだろ。うん、ルカがいいなら。あと、人参とセロリのジンジャースープと昨日の残りのゼリー寄せと、まんざらでもないみたいだぜ。レタスとホースラディッシュのサラダも作ろうかな。自家製マヨネーズまだあったっけ？何よ、急に張り切っちゃって。なんか、そんなに作っても食い切るなよ。デザートは何がいい？え、デザートまで作れるの？そこら辺のパティシエよりよっぽど美味しいのを作るわよ。パティシエ、ルカすごい。大したことない。私お菓子屋さんで働いてたの。だから特に甘いものには目がなくて。へえ、お前甘いもんが好きなのか。うん。よし、じゃあ今度セントラ
地区のおすすめスイーツ全制覇させてやるや。俺のデザートは、分かった分かった、まずお前のペペロンチーノとデザートな。ルカ、ほら準備するわよ。お前ここで分かればいいんだよっていうのやめろマジで。ルカはまだ意識が戻らないの。さっき部屋に運び込まれて治療が始まっているわ。そんな、出血がひどくて助かるかどうか。こちら帰る。分かってると思うが人払いをしっかり頼むぞ。あ、確か赤の分の。早速。お嬢ちゃん、何か見えたかい？何かって今。夜更かしはいけないな。ほら、早く部屋に戻りな。ちょっと、ごまかしついでにセクハラかましてんじゃないわよ、おっさん。おっさん、訂正を求める。俺はまだ味噌汁だ。やっぱり赤は赤の町医者です。赤の町医者。シリウス、どういうこと？どうしてここに赤の成分がいるの？俺が呼んだ。俺は今赤のセブンじゃねえ、単なる町医者だ。やべえ急患がいるんだろう。治療の邪魔すんじゃねえぞ。帰る。あっちだ。シリーさん、どういうことですか？カイルさんって敵なんじゃ。敵であり、同時にプレードルで一番腕の立つ名医でもある。禁じ手だが、ちょっとしたコネを使って連れてきたんだ。さすがは黒の軍の参謀ね。敵軍の幹部を呼び出すなんて、ルカの命には変えられねえだろ。それで、ルカと一緒に前線にいる特攻バカは？ああ、フェンリルならば、中庭にいたぞ。え？あいつはね、人を慰めるのは得意のくせに、慰められるのは下手くそなのよ。落ち込んでいるところを誰にも見せずに、そういう時は一人でどこかに消えちゃうの。フェンリル！アリスちゃん！先生、ルカ！手術成功よ！ルカは助かるわ！後遺症も残らないくらい完璧にね。そうか、よかった、本当によかったね。協定締結のための協議を始める。ちょっと、今日くらい堅苦しい言い方はなしにしましょう。シェクアモンだと、アンド私のアリスちゃん、お帰りなさいパーティーでいいじゃない。パーティーどうよ。すっかり傷は塞がったみてえだな、クロ。じゃあ会議は終了ってことで、今日はブレイクホで飲みましょう。あら、主役の二人がいないじゃない。どこ行っちゃったの？何言ってるの？誰か助けて！ちょっとそこのあなた、女の子には優しくしなさい。セス、ルカ、ストロークを下ろして、ゼロ。できない相談だ。悪いがこちらも仕事だからな。だからって女の子に乱暴すると許さないわよ、ゴール。セス、落ち着いて。ランスロット様。パラララ、大勢お出まして。あなたたちさっきの、ルカ、どうしてお前がこんなところに。俺がどこで何をしていようと、あんたには関係ない。何？もしかして風的に不利な状況かしら。一ヶ月後の満月には帰れるらしいんですけど。それまでの間どうするかだな。黒野君にいらっしゃいよ。ちょっとむさ苦しいところだけどね。何言ってるの先生。それ明暗。少なくとも赤の軍の牢屋より100倍増した。覚悟はいい、アリスちゃん。それじゃ行くぜ、黒野兵舎案内ツアー。始まった。こっち。まず右に見えますのが談話室兼食堂です。談話室兼食堂、はい。オッケー、じゃあ次こっち。はいはい、段差気をつけて。左に見えますのが談話室兼食堂です。談話室兼食堂、一緒ですね。一緒です。いちいち突っ込んでいたらキリがないと思う。そうだ、この子料理の腕はピカイチなのよ。へえ。って俺のことはいいから、こっち。ここは訓練場。ここで日々汗を流して鍛錬に励んでいる。もう汗だなんて男臭い話はしないでちょうだい。なんだか楽しそうだな。あら、
シリウスも一緒に来る？うん、そうだな。左に見えますのが自慢のガーデニングです。いや、あんたがやるんかい。そしてここが執務室だ。執務室？戦術を練ったりクレイドルの情勢について話し合うときに使う大事な部屋なの。お前前ここで化粧水作ってたよな。そう、ここのシトロがちょうどいいのよってバレてた。さ、次行くぞ。で、ここが最重要施設となる。最重要施設？ちょっと拝見。お嬢ちゃんの部屋だ。私の？大変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 よ。まさかステリア加納君が忍び込んで。それよりも事態は最悪よ。インテリアが可愛くない。え、なんだよ。何あのベッドカバー、あれじゃ悪夢を見ろよ。バカかお前。内装全部やり直し。できるわけねえだろ。私の部屋を参考にしたらいいわ。もっと悪夢見るわ。キュー。東側が私たち黒野軍の領地。そしてさっきアリスを巡って睨み合った場所が中立地帯のセントラル地区。赤と黒それぞれに選ばれし13人と呼ばれる幹部がいるのよ。セスハイと階級は10。こう見えて私強いのよ。よーし、今夜はアリスちゃんの歓迎パーティーよ。いや、そんな大丈夫です。肉がいい。じゃ早速キッチン行くか。アリスちゃんはお酒いける口？少しなら。肉がいい。魚に決定。なんでだよ。あら素敵じゃない。さすがか我が軍のリトルシェフ。リトルは余計です。あ、すごい、ニシンの倍だ。おばあちゃんの得意料理なの。あら、そうなのね。早く食おうぜ。レッツゴー。フェンリル、これは何の騒ぎ。レイに挑むってさ。レイに？しかも無階級の兵士だ。キングの座を奪おうって話らしい。無謀な挑戦。私は嫌いじゃないわ。いやー、しびれる。ボス。聞いてる？なんだよ、ルカ。ボス。やめろって。ボス。やめろ。ボス。やめろ。ボス。少し街の巡回でもしてこようかな。ん？街の巡回？ああ。今日はなんだか街の方でトラブルが起きそうな感がするんだ。レイたちのことが気になるのか？別に。私は気になるから、少し様子を見に行っちゃおう。同じく。あ、お前ら釣り！待て。やれやれ。アリスちゃん、レイと買い物に行くんでしょ？もし買い物が長引いて夜になったら、レイにこう尋ねるといいわ。秘密の場所を教えてください。てね、てね、てね。秘密の場所。え？もう一つ見たいところがあるの。どこだ？あの、秘密の場所を。秘密の場所？誰から聞いた？セスさんから。あの野郎。何買い物なんかしてんのよ。だってこれめっちゃかっけえじゃん。向こうの方で持ってくるに言ってた。まったくお前は。シリーズもいっぱい買ってる。ご来場いただき誠にありがとうございます。リュカもバーフ買ってる。セスも実は持ってる。いいスイングだったぜアリス。フェンリル、デートの邪魔をするなんて男のやることじゃないわよ。みんな、どうしてここに。それ決まってるじゃないね、レイとアリスちゃん。余計なこと言うなセス。おつい。さて、食後の運動でもするか。こんなんじゃ準備運動にもならないけど。キング、命令を。ああ、殲滅しろ。了解。一丁上がり。こいつらどうする？とりあえず弊社に連行するか。そうね。はいよ。ほらこっちよ。ほら。お伝えします、セントラル地区で大規模な爆発事故が発生。何？セントラル地区のどこだ？場所は公海岸付近。爆発物の特定は？セントラルの火薬庫に蓄えられた火薬20トンが持ち出されたとのこと。人為的な関与ありってことね。中立地帯で爆破を起こすなんて赤の軍の仕業か。海戦のあいつってことか。追跡よりも被害状況の把握が先決だ。状況は？一般市民の被害者多数。そうか。クラノ軍に告ぐ。直ちにセントラル爆破現場に向かうぞ。万が一に備え俺たち幹部が軍の先陣を切る。アリスちゃん戻ってきて本当によかった。心
心配したんだから。ごめんなさい。どこも怪我してない、大丈夫。セス、アリスが潰れちゃう。あ、ごめんなさい。お腹空いてない？うん、温かいミルクのおかげで元気出た、ありがとう。レイは部屋で横になってる。あいつ無茶しやがって。でもあんなに疲労してるレイを見るのは初めてだわ。何があったんだ？アリスも気を失っていてよく覚えていないんだと。そう、無理もないわね。怖かったでしょ。赤の軍との衝突はどうなったの？幸い海戦には至らなかった。爆破した犯人は見つからなかったけど、両軍とも潔白を誓ったってわけ。じゃあ一体誰が何のために？安心しろ、お嬢ちゃんを狙うために仕掛けた罠じゃないのは確かだ。それにしては規模が大きすぎるだろ。はい。もうすぐそうやって背負い込もうとするんだから。今日はもうみんな疲れてんだろ、休もうぜ。そうね。そうだな、お嬢ちゃんゆっくり休みな。ありがとうございます。黒の軍に告ぐ。ここに赤の軍と開戦すること。開戦？レイ、どうしてそのような判断を？ランスロットに呼ばれ奴と会ってきた。ランスに？あの日の爆破はやはり赤の軍の仕業だと告げられた。赤のキングは嘘をついていたので、こっそりお前に会って謝罪でもしたのか？いや、その逆だ。いい機会だ、長年の勝負に決着をつけようと奴は言った。ランスロットからの伝言だ。非戦闘区域で戦う、そういうこと。これまでで一番大規模な戦いになるわね。怖いならお前らの命俺に預けとけよ。お前らを死なせはしねえから。戦いが終焉を迎えた時、俺たちは自由を手に入れる。自由は黒き翼のもとに。自由は黒き翼のもとに。3日後に備えろ。はっ。ルカ、すごい食材、どうしたの？ルカ、ルカ、相変わらず無口だな。ルカは今日のお別れ会のために張り切ってんだよ。そんないいのに。あとレイもね。レイ行こうぜ。セスさんと食べに行ったパンケーキ屋さんではトッピングにバニラアイスとストロベリーアイスとチョコレートアイスをのっけちゃう。あとあとフルーツと生クリームも追加して。あ、おー、乗り切らないわね。すいません、パンケーキ5枚追加で。いつもつい食べ過ぎちゃうの。ああ、食べ過ぎつっても限度があると思うけどな。セス、サイド。さあ、お別れ会始めるか。そうね、あなたがいないと困る。料理をする時の手が足りない。それに甘いものの試食誰がしてくれるの？ありがとう。ここはお嬢ちゃんの第二の家だ、ずっと覚えておけよ。はい。ルカ、戻ってこいよ。私が呼ぶわ。アリスちゃんの隣の席、私座っちゃおうかしら。いや、そっちかい。はい。ありがとう。みんなもありがとう。レイのやつ、どうして戻ってこないんだ？キング不在なんてしまらないじゃない。フェンリルも戻ってこないし、そろそろ時間だ、突撃しないと。仕方ない、これより俺が全指揮を取る。全軍セントラル地区に前進する。ああ、行くぞ。一気に前進、陣形を崩すな。ああ、魔法の塔の奴らは我々の戦いを見物しに出ている。アモンが油断しきっている今、黒のキングが魔法の塔に向かっているところだ。レイのバカ、何でも一人で背負い込んで。でも俺たちもレイの行動を見落としていた。どいつもこいつも無茶ばかりしやがる。自分の命大事にしろっつうの。シリウス、私ここで待ってるだけなんて嫌よ。わかってる。セスさん、またすごめん。大丈夫か。セスさん、ここは任せて、早くレイのところに行って。ルカ、
切ってるわ。でも今から10万飛ばしてももう間に合わない。まだ間に合う。アイス、レイ、しっかり捕まってろ。アリス、君は黒の軍に残ることにしたんだって。はい、改めてよろしくお願いします。はい、嬉しいわ。これからもアリスちゃんと一緒にいられるなんて。ねえ。ああ、まったく相変わらず黒の軍は騒がしいね。アリスが残るってだけではしゃぎすぎじゃないの。とか言ってヨナさん、羨ましいんじゃないですか、アリスと暮らせる黒の軍が。そういや、誘惑するとかなんとか言ってたな。な、それは絶対にアリスに近づかないで。お嬢ちゃん、あんたのことはこれからも黒の軍がきっちり守るからな。はい。赤の軍もヨナのようなものばかりではない。よければたまには遊びに来てくれ。何言ってんだお前。ちょっと意外すぎる伏兵なんですけど。いやよ、絶対にアリスちゃんを渡さないんだから。はいはい。ルカか、ルカ。